膨大なそのなんていうかビッグデータ的な音楽っていうのはゴリアテでは終わっていて、変化することでしか進化はできないんだっていうふうになっていて、前マーズボルタやってた時以上に音楽を作るっていうことに対しての意欲度っていうのが、はい、状態です。今日はザ・マーズボルタの、アルバム、ザ・マーズボルタの話をしていきます。9月16日の、0時ですね。0時になった瞬間、Spotify でですね、聞けるようになったということで、時差とかの関係でですね、そのアメリカとかドイツとかですね、そっちよりも早く聞けるという、感じなんですよね。アルバムは、もちろん Spotify で聞いたっていうのと、あと、レコードは、そのクラウドヒルの方で、注文しました。まだ発送連絡がないんですけど、久々、海外で買い物したんですけど、今その円安っていうのをリアルにすごい感じたなっていうのがあって、レコードと T シャツとトートバッグ、デザイン良かったんで買って、それに送料つけたらですね、1万3000円になったということで、ちょっとビビるぐらいの値段高かったなっていうのがあるんですけど、それは来たらまた多分動画出すと思います。通常版とその、クラウドヒルがやってるキネティック版っていうのがあって、ジャケットが金色かなんか茶色っぽいのかっていうのがあって、そのセルフタイトルなんですけど、通常版があまりにもなんかジャケット安っぽいのがなっていうのが、それでいいのかなっていうのはちょっと思うんですけど、1曲目ブラックライトシャインが来た時からですね、とにかくシンプルっていうか優しいっていうか、シンプルでは全然なかったんですね。ヘッドホンでアルバムを、通して聞いたらですね、今までのアルバム、どのマーズボルタ、オマーの、どのアルバムよりもなんか複雑というか、どこ最初起点としてこの曲を作り始めたんだっていうやつしか入ってなくて、これまでのそのマーズボルターみたいなキャッチなリーフがあるとかそういうわけではないっていう、音楽的に退化したとか劣化したっていう部分はもう全然ないんですよね。優しくなってるんだけど、複雑さがすごいめちゃめちゃになりすぎていて、アルバムを作るって、音楽を作るっていうことに対しての意欲度っていうのが、前マーズボルターやってた時以上に多分高まってるんだと思うんですよね。いわゆるそのマーズボルターとかオマーみたいな、セッション形式でその曲を作り上げていくっていうものが今回全く見えないんですよね。もしかしたらそういうふうに作ってるのかもしれないんですけど、オマーもいろいろやり方変えてるんだろうけど、結構よくわかんないっていうか、本当にどっから攻めて、どっから始めていったんだろうなっていうのがあって、そのアット・ザ・ドライブ・インのインターアリアの時もですね、そのリーフを大量生産してるアルバムだったんですけど、アルバムとしてのクオリティはめちゃくちゃ高かったんですよね。だけど、リレーションシップ・オブ・コマンドみたいに、本当に伝説に残るようなアルバムになってるかっていうと、やっぱそうじゃなくて、聴き終わった後にあんまり記憶に残ってないっていうものは結構たくさんあったわけで、何年かぶりの改めて聞いたんですけど、アルバムとしてなんか実はすごくよくできてるんだなっていうのは、その最初聞いた時よりはすごく感じたんだけど、だけどやっぱりやっぱ残んない部分がすごく多いよなっていうのは思ったんですよね。今回のアルバム聞いて、一番よりすごいなと思った部分っていうのは、オマーよくそのやっぱエフェクターとか使いまくってるわけで、ライブはとにかくそのワウを踏みまくってぐちゃぐちゃに弾きまくるっていうところだったり、オマーのソロに関してはシンセとかですね、エフェクターとかを使いまくってバシャンってやって、その勢いでいってるところっていうのが結構あったりとかして、エフェクターが出てる音っていうのは気に入ってるから、それで勢いでいって、もうこれでいいじゃん完成っていうか、そのやっぱその勢いっていうのがやっぱその昔のやっぱオマーのとこにやっぱあったわけで、ライブの時のパフォーマンスもそうなんですけど、オマーのそのやっぱ魅力っていうのはいろいろ構築していくんだけど、だけどもう全てぶん投げてもうこれでいいんだって言ってエネルギーだけで突っ走るっていうところがやっぱあったわけで、だけどこのマーズボルタ、このセルフタイトルのこれになった時にもうそれがやっぱ全然ないんですよね。そういった勢いとかではなくて、ちゃんと必要なフレーズだけでちゃんと頭の中で計算してやってる、それだけが残ってるっていう、勢いでやっていたことよりもやっぱりそのすごくやっぱ頭を使うようになっている。だけどその頭を使うようになったからグルーヴが失速してるかっていうと全然そうじゃないっていう、やっぱこのマーズボルタ解散してから10年経って再始動するっていう形になって、多分5年ぐらい、5年以上前からですね、そのマーズボルターもう一回やるよっていうふうに言ってたんだけど、全然その、音沙汰ないなっていうことで、ようやく出てきたところなんですけど、本当にはなんていうかな、すごいいいものができたなっていうのがあって、そのオマーのソロアルバムとかもですね、そのサージェント、その最初の頃からサージェントハウスとか、そのクセナファネスとかですね、クリフトメシアとか、そういった、本当にもうこれマーズボルタレベルで、すごいやってんなっていう、アルバムとかを作ってきたような時期があって、で、それと別で、連続リリースを、2週間に1回出してた頃の、すごいなんていうか、デモテープなの、これぐらいの、感じのアルバムとかたくさん作ってきた中で、
まあ、そのなんていうかな、その変化、まあ、そのオマーの、そのなんていうかな、音作りというか、そのまあ全体的な音楽というか、これでいいんだというものの、そのなんていうかな、その変化っていうのはすごくやっぱ感じるわけですよね。すごいやっぱ絶対的にかっこよかったわけですよね。やっぱマーズ・ボルターのアルバムもそうだし、そのまあオマーのソロアルバムを出しまくってる中での、まあ、起点になるような、オールド・マネー、クセノファネス、クリプト・オムネシアっていう、たくさん出してるソロアルバムの中でも明らかにこれはすごいぞっていう、まあ、アルバムがあったわけで、まあ、あの頃のやっぱマーズ・ボルターとはまた違うわけで、40代になってそこでじゃあ何ができるのかっていう、まあ、特にやっぱアトザドライブインっていうのは再始動したことにっていうのは、やっぱ肌で感じてるわけですね。やっぱそのあの頃リレーションシップオブコマンドを出してた、あの頃のあの異常なそのライブパフォーマンスっていうのは、やっぱりできなくなってるっていう、まあ、ことがあって、同じそのバンド名を冠するんだけど、やっぱ変化し続けていなくてはいけないし、まあ、対応しきれない部分もあるし、年を重ねたことによってその出てくるものっていうのを、そううまくどうそのバンドの名前と関してその出していけるのかとか、まあ、そういったものをまずアット・ザ・ドライブインでやってるわけですね。で、そのマーズ・ボルターをじゃあもう一回やるってなったら、あれをもう一回やるかって言ったら、やっぱそれはやっぱできなくて、それをやること自体、やっぱオマーはもうそのなんていうか進歩的ではないから、やりたくないっていう、まあ、気持ちもあるだろうし、プラスそれ自体、まあ、あればもう再現不可能だっていう、まあ、レベルのものなんですよね。今そのマーズ・ボルターをやるからには、そのマーズ・ボルターでやるべき音楽っていうことですね。まあ、それをやっぱすごいやっぱ掘り下げていった結果、やっぱこれになったんだなっていうのがあって、やっぱすごく納得いく、まあ、ものになってるなと思うし、そういった感じです。前、ビジルですね、ビジルを出した後で、ツイッター見てたらですね、まあ、海外の、ブログを、まあ、その翻訳したやつだったのかな、あったんですけど、セドリックがなんか宗教団体に入ってたらしいんですよね。で、それがでセドリックがいろいろおかしくなってたっていうのが、まあ、今回このアルバムの、まあ、そのコンセプト、まあ、そのマーズ・ボルターコンセプトアルバムを作るっていう、まあ、ことが多いんで、まあ、そのレガンは一応まあ起点になってるっていうことらしいんですよね。まあ、その2009年にその、セドリックがなんとかっていうその宗教団体に入っていて、人間関係がおかしくなっていってたっていう。だからその2009年だから、そのマーズ・ボルタがオクタヘドロンやってた頃ですよね。まあ、最初、まあ、マーズ・ボルタ解散した時っていうのは、そのオマーがそのマーズ・ボルタにも興味をなくしてしまっていて、やる気がないから、まあ、そのセドリックがですね、もう俺はもう抜けるっていう風になったんだけど、まあ、実際のところは、セドリックはそのアット・ザ・ドライブインの再結成をやって、それをやったことによってなんかちょっと感化されて、まあ、俺はもうアット・ザ・ドライブインもマーズ・ボルタもいいんだって、今はもうとにかくソロアルバムが1枚作りたいって言って、まあ、そうやってて、じゃあそれを聞いてオマーは、じゃあ俺はまた別のことしようかなと思ってやってたら、なんかセドリックがぶち切れたっていう。なので、そのまあアンテマスクとかですね、そのアット・ザ・ドライブインのインターアリアをやってた頃っていうのは、まあ、かなり危うい状態で実は作ってたっていう、まあ、そういったまあ裏事情がまあ実はあったんだということですね。まあ、アンテマスクはそのまあレッチリのフリーがですね、お前ら2人は絶対くっついておかないといけないからっていうことで、中をこう取り持ってなんとかこう1枚作ったっていう、まあ、感じなんですけど、まあ、やっぱアンテマスク自体はやっぱそのなんていうか2人の関係修復とかリハビリのまあ意味がやっぱ大きかったなとは思うし、マーズ・ボルタにしかやっぱできないそのなんか音楽の力でそのなんていうかな、邪気っていうか、そういったもうものをこう吹っ飛ばすっていう、そのゴリアテの時もあったんですけど、今までのマーズ・ボルタっていうのはやっぱその進歩的であり、そのオマーが本来やりたかった音楽っていうものも、もともとアトザドライブに入った時からマーズ・ボルタみたいなことをやりたいって思ってたんだけど、メンバーが理解してくれなかったっていう、まあ明らかに先に行き過ぎていたっていう、まあ、だけだったんですけど、マーズ・ボルタ進化の速度が速すぎたんで、結構数年で頭打ちになってたっていうのが、まずやっぱ正直なところで、まあ、2008年のそのツアーの途中でもう、これ以上行かないなっていうところまで行ってたんですよね。ゴリアテの時とかですね、トーマス・プリジェンとか、メンバーに入ってですね、本当にマーズ・ボルタ、メンバーのそのやっぱ仲がすごいいい状態だったからこそ、ライブやっててすごいやっぱ楽しかったんですよね。だからそのやっぱすごいツアーを組みまくってて、こんなにやんのっていうぐらいツアー組んでたんですけど、だけどマーズ・ボルタは進歩が早すぎた結果、途中でそのライブでやることなくなっちゃったんですよね。ゴリアテのツアー始まった時って本当にイケイケどんどんだったんですけど、途中からですね、やっぱりちょっといろいろ試行錯誤してるっていうか、結構苦労が見えるんですよね。
まあ、そういったところから行き過ぎたから、メンバーを2人外して、よりシンプルな方にどんどんマーズボルダが進んでいくわけですね。オクタヘドロン行って、ノクターニキッドになっていくわけですよ。まあ、膨大な、その、なんていうか、ビッグデータ的な音楽っていうのはもうゴリラ帝で終わっていて、そこから進化というか、もう変化することでしか進化はできないんだっていうふうになっていて、まあ、オマーのソロもですね、結構大所帯でやってたんですけど、7人とかぐらいでやってたんですけど、最終的にもう3ピースでっていう、オマーとホアンとディントニーの3人だけで、その3ピースでどんだけやれるかっていうこと、それをオマーは追求していったりとかですね、そういったふうになっていったわけで、でそのマーズボルトは、今回のアルバムっていうのが限られたメンバーで、そのメンバーの中だけで、メンバーの技量だけを持ち寄ってやっていく、そしてそれがすごいやっぱ複雑回帰なものになっているっていうのは、まさしくもうマーズボルタでしかないなっていう、その音楽のその流れ的にずっとやってきたことのその延長線上で、今その2022年に出てきたマーズボルタのアルバムっていうのがこうなっているのは、本当にすごい必然的だなっていうふうに、なっていくわけですね。そのライブで暴れるっていうことがなくなっていった中で、こうどうやって音をこう紡いでいくのかっていうこと、その分かりやすいリフっていうのではなくて、分かりやすくてその今までなかったようなリフっていうのを出してくるのがマーズボルタだったけど、やっぱそれのやっぱアイデアとかもやっぱ頭打ちになってくるわけで、どんどんできなくなっていくものがあって、だけどその出せなくなっていくものがあって、それをじゃあどうやって補っていくのか、補っていくだけじゃなくて、それがない状態でそれと同じだけのすごいものを作るにはどうやっていけばいいのかってなった結果、これにたどり着いたんだっていうのはすごいし、やっぱそのマーズボルタだなって、思うしかないっていうか、もうマーズボルタなんですよね。本当にすごいアルバムなんですよね。その全体を通した時のアルバムとしてやっぱすごいわけで、それがその LP1 枚で44分なんですよね。多分さ、アンペテクチャーぐらいまでの時にやったその曲単位ですごくじっくり上げていくタイプのやつが、そのアルバムの中で複数曲入って1枚のアルバムになった時に、その最初から最後までで一つの物語が終わるような、その壮大なものをこう作ってくるとかではなくて、それもやっぱり何回も同じことはやっぱできないわけで、アルバム通しての大きな流れっていう、その分かりやすいこうなんていうかな、すごいカタルシスを生むようなアルバム、その、オマーのソロでいうところの、クセノファネスみたいな、最後にこうドカンとすごいものをこう持ってくるとか、そういうことをせずに、だけどすごい充実感を感じさせるっていうのは、そのマーズボルタの、いわゆるその得意技を全て封印した、だけどそれでもマーズボルタだって言えるものを作ってきた、僕はやっぱそのマーズボルタがやっぱ世界で一番好きなバンドなので、そのマーズボルタっていうものがどういうものでどういう歴史をたどってきたかっていうことと、今のマーズボルタと昔のマーズボルタとどう違うのかっていうことと、何ができて何ができないのかっていうこともある程度その縛りが分かるから、このアルバムはすごいってやっぱ言えるんですけど、そのやっぱある程度やっぱ時間を置かないと、このアルバムの良さっていうのはやっぱ速攻的には伝わらないんじゃないかなっていうのがあって、僕もそのオマーのソロですね、2016年からの2週間に1回で出てたアルバムの中で、ほとんど記憶にはやっぱ残らなかったんですね。前のソロアルバム連続で出してた時よりは、マーズボルタがこう再始動するぞってなって、もう1回こうオマーのソロとかもですね、ちょい聞いてるんですけど、そしたらですね、こんなにすごいアルバムだったのかっていうのがやっぱたくさんあるんですよね。なのでこのアルバムですね、どれだけ時間かけてこう咀嚼し続けてられるかっていうことなんですけど、ということでですね、とにかく僕はすごい良かったというそれしか言いようがないなっていうぐらいですね、そんな感じです。で、ちなみにですね、スパルタはですね、アット・ザ・ドライブ・インのジム・ワードがやってるバンドなんですけど、それが再始動してスパルタっていうセルフタイトルのアルバム出すみたいなんですよ、10月に。対抗意識なのか、偶然なのかちょっと分かんないんですけど、スパルタのアルバム出すよっていうことなんですね。ポールっていうかパブロっていうかいるのかちょっと分かんないんですけど、ジムとトニー・ハジャーですね、ドラムが一応2人いる状態で、スパルタっていうアルバムを出すよっていうこと、そういったこともありますよということですね。その1週間後ぐらいに、そのマーズボルタツアー始まるんですけど、やっぱり今感じ見ると、このアルバムの感じ見るとやっぱり過去曲やんないよなっていう、
アットアソドライブインとかはまあやってたんですけど、でもあれはやっぱりそのビジネス的なっていうか、そういった側面はやっぱ結構強かったと思うんですけど、マーズボルタはやっぱそうじゃなくて、やっぱ自分たちがやりたいからっていう側面がやっぱ強いから、あのやっぱ昔の曲は多分やんないよなっていうのは、そのまあアルバムの曲をやりながら、たまにそのどっかの曲があのその今のメンバーでセッションしてこう伸びていくっていうことはまあ多分あると思うんですけど、サプライズ的にそのまあルーレットでやつとかザ・ウィドウとかですね、まあやるテンションでもないよなっていうあの感じではあるので、ツアーまあワンマンじゃなくてあのテリジェンダーベンダーですね、あれがあのまあオープニングアクトでやるんで、まあそれまあ時間とか考えてもですね、あのまあアルバムの曲やってプラスアルファでまあちょっとそのメンバーでセッションするっていうのがあって、まあ1時間ぐらいのまあライブをやっていくんじゃないかなというふうに思います。ツアー始まったらですね、まあ、いろんなところで映像がバンバン流れてくると思うので、あのそれを見て、まあ、その今のマーズボルタとはこういうもんなんだっていう、まあ、その総評がまあできるのかなと思います。まあ、ツアー始まってからようやくマーズ今のマーズボルタがどんなもんなんだっていう、まあ、そのちゃんと言えるのかなと思います。ということで、あの、まあ、アルバムとしてまあすごい良かったかなと思います。あ、ちなみにあのレッチリがですね、まあ、実はあの4月にアルバム出したんですけど、10月にもう1回アルバム出すぞっていうことで、まあやっぱすげえなっていうことで、あまあないと思うんですけど、あのツアーしてほしいなと思います、一緒に。あのということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。